どうもこんにちは。今回はスッキリさせてというゲームをやっていこうと思います。私のが絶対いいのに、なんだ男取られたのか、ハサミとカッター両方来ない、それで脅すつもり。カッターはさすがにまずいでしょう、ハサミにしよう。正解。君を手に入れるためなら性別だって変えられるさ。そっち男じゃなくて女の方だったの。女性もゾッコンになってる。やだ、どうして。プロポーズ、人生の大一番。花束とスマホ、指輪に花束も添えてあげましょう。ダメ、じゃあスマホか。何に使うんだ。やっと捕まえたぞストーカー。ストーカー、え、彼氏とかじゃないの。さっきこの女性めっちゃびっくりしてたじゃん。あ、なるほど、ストーカー来たからか。いちゃつきやがって、悲しい。周りカップルだらけだけどこの人はぼっち。女性とタイツ、寂しいだろうから彼女を作ってあげよう。ダメ、じゃあ黒タイツか。バーカバーカ、お前らも別れちまえ。頭突きしてぶっ飛ばしてる。こんなことしてるやつがいたら普通にやべえやつ。整形失敗しちゃったの。あー、かわいそう。なんかとんでもないことになってる。お金とビデオ、もう一回整形しよう。ダメ、じゃあビデオか。整形失敗の方が良かった。ドッキリ、すげえ顔だな。ほくろから毛出てんじゃん。そもそもこの人の性別どっち。愛情を込めてシチュー作ってるみたいだけど、何かよからぬこと考えてんな。包丁と牛乳、牛乳にしたら普通だろうから包丁で何かをするんだろうきっと。うふふ、これで完成。いや怖い怖い、なんでシチューの中に血を入れんの。もう完全に顔もいっちゃってる。美味しそうだな。鶏食べる気満々じゃん。鶏の餌と包丁、これ絶対包丁でさばくんだろう。ほらね、美味しそう、丸焼き。まあでもそれが鳥の運命だよね。これ以上巻きたくない。与えてかぶってじゃんけんぽんやってる、懐かしい。この感じ左の女の子がめちゃめちゃ負けてるんだろうな。ハンマーとヘルメット、これ以上巻きたくないなら攻撃に移ろう。カチャいいんだよカチャ。いやいや、性格変わってんじゃん。どんだけ力強いんだ。ヘルメット壊してんじゃん。男の子かわいそう。何やってんの。出た12秒。タバコふかして済ました顔してる。特攻服とお金、ブレよ。中途半端はダメだから、さらにヤンキー化を進めよう。おめえ、うちが元暴走族総長だって知ってその態度取ってんのかい。そっち、お母さんが着るの。釘バット持って説教、怖え。出せよオーラ。親父狩りに合ってる。ピンクのモヒカンすげえな。警察手帳とお金、言いなりになっちゃダメだ、ここは警察を呼ぼう。仕事終わりなのに俺の仕事を増やすんじゃないよ。この人が刑事なの。3人とも捕まえてすげえ。でもなんか内股が気になるな。お世話して。ああ、子供泣いちゃってるね。でも両親笑わそうとしてんじゃん。王冠とおしゃぶり、ここはおしゃぶりなんじゃないの。ダメ、じゃあ王冠か。どうした、笑わせろよ奴隷ども。いや怖い怖い、赤ちゃんがこの家庭の実権握ってんじゃん。まさにキングベイビー。けじめをつけて。何があった。男怒ってるけど女の人は泣いてる。壊れた壺と妊娠検査薬、なるほどね、子供ができたわけね。ここは男としてけじめをつけよう。下ろさないからな君との子供。いや、メンヘラ出てる。そして検査薬でほっぺを叩くな。生まれ変わりたい、イメチェンしたいのか君。まずそのぐるぐるメガネ変えた方がいいよ。ハサミとヘアカタログ、美容院に行って美容師にイメチェンしてもらおう。これが僕、これはイメチェン成功っていうの。どっちだ、どっちが良かったんだ。こっちかな。最後にもう一度話したい。おじいちゃん亡くなっちゃったか、家族も悲しんでる。目覚ましと家、さすがに生き返るとかってないだろうから、目覚まし時計にしてみる。顔に何かないと寝れないんじゃ。いや不謹慎不謹慎、何かかぶせる気持ちはわかるけどさ、白じゃなくていいだろう。家族ナイスぶっこけ。あなたはもっと美しいはず。派手な女性と地味な女性、俺もイメチェンするのか。服と口紅、ここは化粧をしてみようか。ダメ、じゃあ服か。なんか男の服のような気がするんだよね。ほらね、やっぱり好き。あ、そっち、あ、そっち側に行っちゃったの。なかなかの美青年。
私が一番欲しいのはクリスマスか。子供の時って次の日起きるの楽しみだよな。プレゼントと手紙。いや手紙なんかいらねえだろ。プレゼントをよこしな。ダメ、じゃあ手紙か。タンタに手紙って書くけど手紙が欲しいってないよね。死んだお母さんからの手紙だ。うわぁ、なんとも言えない気持ち。悲しいのか嬉しいのか、わからん。怖がらせて。ポメラリアン、すんごい毛がまん丸。バリカンとテニスボール。バリカンで狩ろうか。怖いだろ、ガオー。いや、怖くない、怖くない、全然。むしろ可愛さが増したよ。もう、いやいや、金返せ。借金を負ってるの、この子。いや、この子が借金じゃなくて親の借金か。反社と警察。ここは警察に助けを求めよう。ダメ。じゃあこの反社の人、真っ向勝負でもすんの？ビクビクなんかしてられるかい。なめんじゃないよ。極妻になってんじゃん。そっちの道に行ったからって借金ってなくなるのかな。彼ったら張り切ってる。バスケの試合中、声援する女性が2人。タオルと弁当。試合してお腹減ったろうから手作り弁当あげよう。浮気なんかするかだよ、バーカうんこたれ。お腹下してる。奥の女性が浮気相手？普通に怖いことするんだな。静かにしてよ。うわ、家庭環境最悪。めちゃめちゃ喧嘩して物も壊れてる。爪楊枝とヘッドホン。うるさいならヘッドホンすれば大丈夫でしょ。ダメ。じゃあ爪楊枝か。何に使うんだ？これで集中できる。耳やっちゃってる。血だらだら。なんかめちゃめちゃ闇が深い。うるせえなー。あー、いるいる、こういうやつ。無駄にエンタッタッタやるやついるよね。耳栓とゲーミングキーボード。普通は耳栓なんだろうけど、ゲーミングキーボードにしてみようか。どうだ、わかったか。いやいや、対抗するな。そんなとこ競うとこじゃねえだろ。こんなにやってたらさすがに怒られると思うよ。すっきりしたい。見事なぽっちゃり女子。ポテチとケーキの二刀流。サプリと筋トレ。筋トレとかきつくて続かないだろうから、サプリの力を借りようか。痩せ薬最高。痩せすぎ痩せすぎ。痩せたって言ってももうガリガリじゃん。しかも錠剤飲みすぎ。振られた、クソー。振られたか。どんまい。お前それひどいぞ、やめろ。服と包丁。包丁とか持って何すんの。仕返しでもすんのか。ここは女の服にしてみよう。僕の幸せはこれだったんだ。また女性になってる。このゲーム性別変わる問題多いな。もうやめて。出た暴力男。酔っ払って暴れてるのか。もう別れちまい、こんな男と。酒とお金。別れたいなら示談金でも渡してみる。ダメ。じゃあ酒か。さらに酔わしたらとんでもないことなんじゃねえの。すみません、すみません。立場逆転してんじゃん。嫁も酒癖悪いのか。とんでもない夫婦だな。ガオガオ、ウホホホ。なんだ？どういう意味？動物園に来てるのか。目の前でイチャイチャされてるから興奮してんのか、動物たちも。ライオンとゴリラ。わからん。ゴリラにしてみるか。うほほー、うんち投げつけてる。しかも連投。完全にこれゴリラからの嫌がらせだな。世界が滅んでも君を。なんか映画みたい。恋愛映画の一シーン。焼き芋とカラス。どっちも雰囲気丸壊し。定期末っぽいのはカラスじゃないのかな。ダメ。じゃあ焼き芋か。二人とも死ぬ前に焼き芋食べたいの。ムードもクソもない。石焼き芋の移動販売来た。こういうシチュエーションって結構あったりするよね。なんかピリついてるのに変な音楽流れたりさ。二人ともどんまい。僕とすっきりしない。何かよからぬこと考えてるな君。ジュースと焼きそば。夏で海に来たって言えばやっぱりキンキンに冷えたジュースでしょ。うわー、ごめん。うわー、お前誰だ。いや、失礼失礼。顔にジュースをかけたのもそうだけど、お前誰だっていうのかわいそうだろう。本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。またねー。